俺は喧嘩では未だ負けたことは、そして俺には何一つとして怖いもの。そう思うんだ。こいつを抜いては。そう、俺は虫が苦手なのだ。もうちょっとやめてくださいよ。もう。やめて。おめえ本当面白いな。さすがだね、クソバッチ。あれ教科書がない。あれあれ、アツタ、静かにしろって言ってるのか、わからない。ゆうちゃん、聞いてくださいよ。ワンダンが100で3回もできるんですよ、マッチャー。最高じゃないですか。今日行きましょうよ。ねえ、うるせえっつってんだろ。優しく言ってるうちに聞けよ。お前なんか勘違いしてる。ダリーナじゃねえよ。じゃあもういいよ、授業なんていいよ、帰れ。はぁ、あ、はじゃねえよ、帰れって言ってんだよ。帰れ、早く早く帰れ。別に、最近のあいつは何か勘違いしてるみたいなんだ。松田には謝るよう言っときますので。その必要はない。何をされても許す気はないよ。先生、そんなこと言わせに。話は以上か。それじゃあ、用事があるから失礼する。あつさ、気持ちはわかるけどよ、先生に謝った方がいいって。そのつもりはねえよ。おい、じゃあどうするつもりだよ。あいつと顔を合わすぐらいだったら学校なんてやめてやるよ。おい、考え直せって。話はそれだけか。用があるから先に失礼させてもらうぞ。
奇遇だな。そうですね。普段ああいうところにはよく行ったりするのか？いや、初めてです。おう、俺もだ。ああいうのなんかくだらないっす。ああ、同感だ。てか、今日すいませんでした。俺も言い過ぎた。喧嘩中の子供じゃないんだから。おい、です。周一郎はカナダに住んでる。いや、そうだよ。父さんの仕事で行きたいけど、日本久々だから慣れないよ。でもよ、なんでこんな学校に転校してきたんだよ。お前頭良さそうだろ。いや、そうなんや。家が近いのもそうなんやけど、噂で聞いた伝説の不良がこの学校いるって。なんだあいつ、どんくせえな。本当だよな。で、なんでその伝説の不良がいるっていうの。喧嘩最強、中学時代なんて20人平気で相手にしてたようなやつがこの学校にいるんでしょ。なんだあいつ、うるせえな。でも、リトワイの不良も俺らの学校にいる。いや、あくまで噂だけどね。でも僕、日本の不良っていう文化すごい興味あって、もし本当にいるなら会ってみたいよね。落ち着け、落ち着くんだ俺。ドイツがそんな噂流したのか知らねえが、陰キャになりすます俺が感づかれるわけがねえ。いや、花山くん、君は知らない伝説の不良のこと。あ、いや、何を言ってるんですか急に。怖いですよ、そんなん僕知りませんよ。もう負けた、怖いなこの人。あ、てか、それ松さんのことじゃねえか。ああ、そういうことか。え、松さん。ああ、あの人中学からかなりやんちゃだった話だからな。ああ、喧嘩もかなり強く話してた。なるほど、ぜひその松さんって人に会いたいな。でも、どこに。あの転校生は俺のクラス一の不良の座を脅かしかねねえ。ここで一つかましておくか。でも松さんどこ行ったんだ。また抜け駆けして喧嘩でもしてんじゃねえの。ありますや。おい新入り、俺の過去にまつわるとびっきりの話をしてやる。あれは嵐が過ぎ去り、不可思議、そう、不可思議なほどの静寂に包まれた首都東京での出来事です。バロー。俺めちゃくちゃ危ないやつだから。ダリーな。おい、ちょっと見せてくれ見せてくれ。あ、答え見せてくれや。ああ、でお前全然できてねえじゃねえかクソが。おい、
花山、何やってんだ。カンニングは全教科0点だぞ。定額や退学もあるぞ。じゃあ俺、今後は気をつけろ。いやちょっと先生、そんなのずるいっすよ。あ？おいスーツ、俺の登録取るけど。おいガキ、お前仕事中や。おいスーツ、説教書の中で100点取れ、分かったか。頑張ります。このやり方で毎回100点取れるな。よし、じゃあお前ら早く帰るよな。しかしあの重大な理由により俺は陰キャになりすまさねえとならない。こうなればあいつらに勉強でも教えてもらおうか。いやしかし俺みたいな陰キャがどう頼めばいいのか。おめえしょうもねえな、ほんとに。あの、今度のテスト、一緒に勉強してくれませんか。はぁ、なんでお前みたいな陰キャと勉強しねえんだよ。俺らにメリットありません。だから言ってんの。だから言ってない。だから言ってない。絶対にこうなる。チクシュ、こうなりゃクラスの人気者にでもなって勉強を教えてもらうしかねえな。お前らはどうした。今日は年間ランキング発表される日っすけど、見に行かないんすか。くだらないな。見に行く価値もない。そんなもので心を揺さぶられるのは子供だけだ。呆れて物も言えないよ。まあ興味はないが一応確認しておこう。教師の人気ランキングと、小島で、まあ8位で、ずっと8位。やはりくだらない。教師の人気が何だというんだ。学校で大事なのは生徒だろ。そうだ、生徒の学力だ。ああそうだ、間違いない。学校で大事なのは生徒の学力だ。俺のクラスは5組だよな。ああ5位。